午前11時までに 32.2 度まで気温が上がっている札幌。朝から日差しも強く、公園では水遊びをする子どもたちが多く見られました。オホーツクの湧別町で 33.7 度のほか、予想最高気温が35度の帯広でもすでに 33.1 度まで気温が上がるなど、危険な暑さとなっています。子ども遊ばせたいけど暑くてどこにも行けないなっていう感じですね。暑いん で今夏休みなんで、もうプール連れてこようと思って。夜も気温が下がりにくい見通しで、こまめに水分を補給するなど、熱中症や紫外線対策が必要です。